バシコ YouTube スイッチオン。お、明るくなったね。うちの所属アーティストからちょっとね、星型のキラキラライトを借りまして、俺の瞳は今星があるかいちゅうことで、ハンサムハンジです。音楽業界ぶっちゃけ話、ハンサムハンジですね。この間さ、ライブレコーディングの勧めでね、Zoom の H6 がいいよって話して、その後どうするのかっていう ね、そのさ、撮った音を編集しなきゃいけないよね。あ、消えた、あ、消えちゃった、まあいいやね。その時にどんなさ編集ソフトね、DAW っちのかな、デジタルオーディオワークステーションだっけ、なんだっけ、 DAW っていう、よくまあ言うやつね。あれ何がいいかって、あれね、まずさ Mac 持っとる人だったら、とりあえずね、ガレージバンドでいいよね。ガレージバンド iPhone にも入っとるしさね、ガレージバンド結構ねいいよ、本当に。本当ね、シンガーソングライターだったら十分ぐらい使えるから、まあ、まずさガレージバンド使おうね。まあ iPhone の人、 Mac の人はね、まあ Windows の人とか、Android の人はちょっと分かんない、それはちょっと調べてくれね、自分でね。で、ただガレージバンド だけだとそのうちね、ちょっと不満が出てくるから、そうしたら Mac だったら Logic が確か2万円ちょっとぐらいで、確かね、今知らないけど2万円ちょっとで、まあ、いわゆる本格的なプロクオリティのレコーディング の編集ができるっていうソフトは一応買えますね。ただ俺がおすすめなのはスタジオワンっていう、これね 3,4 万するんだけど、これいいよ、スタジオワンっていう、スタジオワンね。これね、ほんとね、音はまずいいんだよ。ロジックよりもね音がいい、ガレバンとかロジックよりも全然音いいし、動作が軽い、あとはこう、なんちゅうんだろう、実はねマスタリングができるの。まあそうか、まずミックスとマスタリングの違いとかってみんな分かんないっけね。ミックスっていうのは、例えばボーカル、ギター、ベース、ドラムのいろんな太鼓あるじゃん。その音にさ、大体レコーディングでさ、ちゃんと一個ずつ別々でマイク立てるじゃん。それを別々で撮っとるわけ。それのバランスを取ったりね、一個一個の、じゃあボーカルに、じゃあリバーブをかける、リバーブっていわゆるエコーのことね、お風呂みたいなやつ、リバーブかけたり、コンプレッサーちってキュッとこう固めてこう持ち上げるみたいなね、圧力を上げるみたいな、そうかけたりとか、EQ、まあ、イコライザーね、ちょっとハイがきついから下げようとかさ、ちょっとローを足そうとかさ、ね、コンポについてる、そういうのを一個一個の音源に施してね、そのバランスをね、あ、声がちょっともうちょっと欲しいなとか、ギターもうちょっと聞きたいなとか、ギターもうちょっとこっち側にやろうとかさ、そういうね、ドラム のスネアがもっと欲しいなとか、そういうねバランスをとって、一つ一つの音にする、一つの ステレオの音ね、ステレオ2ミックスって言います、2ミックスの音に落とし込むこと、これをミックスダウンって言うんだよね。そうで、マスタリングが何かっていうと、マスタリングってミックスダウンしただけの音だと、まずね音がちっちゃいんだよね。デジタルってさ、大体さいいバランス、それぞれに伸び伸びとしたさ音にしたいから、まずは普通に何、一個一個の音を潰さないように撮るわけじゃん。そうすると全体的な音がピークを超えちゃうと、デジタルって割れちゃうから、割れないように作るわけです。そうすると全体的な音がねちっちゃく聞こえるのね。多分君が持ってるお気に入りの CD と比べて明らかにね音がちっちゃいのね。それはもちろんボリュームを上げればいい音になるんだよ。でも同じボリュームで聞いた時に明らかに音がちっちゃいんです。それを音圧を上げるんだよ、まずね。全体的にコンプレッサーをかけて音圧を上げて、市販の CD みたいなちょっとパワフルな音にしたいとかね、その音自体もちょっと太くしたりとか、全体的なイコライジングをしたりとか、でそういう細かい最後の仕上げをすることを、まあ、マスタリングって言うんだけど、で一曲一曲が仕上がった上で、CD とかってさ10曲とかさ7曲とか入っとるじゃん、曲がいっぱい。それの曲順を決めたり、一個一個の曲のフェードアウトしたりとかね、あと曲と曲の間、曲間を決めたりね。例えばこれぴったりつけようとかさ、これ1秒28上げようとかさ、あとクロスフェードしようとかね、そういう最後のほんとね CD になるような曲順までしっかり決めたやつを作ることがマスタリングっていうね。
まあ、それにやって初めて CD 動画作れるね。でなんとそのスタジオ1はミックスだけじゃなくてマスタリングまでできちゃう。しかもプロクオリティで、これねすごいんだよ。 3,4 万円で買えるソフトなのにマスタリングできると他ないからね。あのマスタリングって実はマスタリング専用のソフトだけでもちゃんとしたやつだと 7,8 万するんだよ確か。俺がまあ俺の記憶でね、うん、でもスタジオ1っていうのはちゃんとミックスもできる、あのデジタルオーディオワークステーション、ワークスペースどっちかね、うん、その DAW の DAW の機能にミックスがあって、その上にさらにマスタリングできるというね。しかもね、普通ねマスタリングってミックスした音をあのステレオの普通の聞ける音、あのいわゆるあの iPhone とかに入れて聞ける音にあのミックスダウンするじゃん。まあ大体あの WAV ファイルっていうのかな、あの一番いい音の、ね、WAV ファイルにして落とすんだけど、それをその WAV 音源をマスタリングするのね。だからもしもマスタリングする途中でなんかやっぱボーカルちっちゃかったなと思うと、もう一回ねミックスし直して、また WAV に落として、もう一回マスタリングソフトに入れて、またマスタリングするの。でもスタジオ1のいいところはミックスした音をミックスダウンっつって、あの音声ファイルにしなくていいの。そのままでいいの。ミックスの途中でいいの。ミックスの途中の状態をマスタリングソフトの方に入れられるの。だから途中でボーカルだけやっぱりちっちゃいなと思ったら、パッと戻ればすぐに戻れるの。そこで僕上げます、また戻ってマスタリングに、あ音圧、ああやっぱいいねみたいな可能できるわけ。これねめちゃめちゃね便利ですよ本当ね。これはどういうことか、もう一回説明しようかな。これはね、例えばゴーヤチャンプル。ゴーヤチャンプルの、あの、ポークあるじゃん。ポーク。ね。なんかスパムみたいな。あれを切ってさ、ゴーヤと炒めるじゃん。で、食った時に、そのゴーヤチャンプルのその、ポークの味が、ちょっと、塩が足んないと思うじゃん。そうすると、全体的に塩かけるじゃん。そうすると、ゴーヤもしょっぱくなっちゃわない。でも、なんと、スタジオ1の場合は、そのゴーヤチャンプルの中のこの、あの切られたあのポークね、スパムみたいなポークを、ポークの製造場所まで一瞬で戻れるの。タイムスリップみたいにして、タイムスリップみたいな。それでその工場の中で塩そこだけ足すので、また戻せるの、すぐに同じような状態。しかも料理したそのままに戻せるから、もう一回料理しなくていいんですよ。余計わかんねえな。まあいいや。ちゅうことで、まあね、ほんとね、スタジオ1はいいと思いますよ。本当に。で、スタジオのもう一個いいとこは、あの、ね、DDP っていうね、CD をプレスする際に、例えば海外プレスする際にさ、台湾に、この間台湾をおすすめってな、台湾まで CD プレスするときに、普通だったら、普通っていうか CDR を焼いて、マスターを焼くじゃん。それを送らなきゃいけないんだよ。ね。あの郵送で、海外に郵送だよね。まあ本当はまあ日本に代理店があるぐらいの、日本の代理店に送んなきゃいけないの。でもスタジオ1はあのね、あのプレス用のデータが作れるんですよ。 DDP っていう、それを作れるんです。それを作っちゃうと、そのファイルをアップロードして、お願いって台湾の会社にアップロードしてもらうの、ネット上でビヨーンって、これでプレスよろしくって、最高だろね。普通その DDP が作れる、マスタリングソフトってほんとね8万とかねすることが多い。8万から10万するイメージだな俺は。なんかそれがさ、だって本来そのスタジオ1はまあ4万としよう、いろんなセールというか4万とします。そうするとロジックっていうさっきの Mac の専用のやつね、あれが2万とするじゃん、ミックスまでできるやつか。そうするとマスタリングのソフトのお金が2万ってことなんだよね。ね。これね、マジで買いだよね。うん。さらに、大体その、プロのクオリティね。プロの現場。俺らが本気のレコーディングに使う現場は、普通は、プロツールスっていう、業務用のそういうソフトがあるね。で、それをもちろん使っとけば、そういう本気のレコーディングの時に、その操作もできるしね、自分でも。まあ、便利なんだけど、プロツールスは家庭用の PC だと重すぎる。ね。
相当メモリ積んだりストレージないと、あとCPU かもう良くないと動かないからね。だからもうねスタジオは最高です。さらにミュージシャンが自分でやるんだったらスタジオ1ってものすごくね、なんかね説明書とはまあいらない、取説みたいなマニュアルいらないから、大体なんとなく広げたいなと思ったらビヨーンって広がるんだよ。わかりにくいかな、まあいいやね。そんなわけで DAW のおすすめはスタジオ1です。でまあ何ちゅうのかな、この間解説してさ、Zoom の H6 とかそういうレコーダー買うとね、大体どっかのその編集ソフトの処方版みたいなのがついてんのね。もちろんそれでもいいよ。確か Zoom のそういうレコーダーには確かね、キューベースかな、キューベースの LE かな、 LE っていうのは大体入門編ってやつだから、まあ全部の機能は使えないけどその一部しか使える。でもシンガーソングライターがボーカルと声とあと何、ちょっとしたドラムとかね、ドラムのリズムパターンも入ってるから、そういう機械ってそういうのでちょっとデモ作ったりとか、ベースもなんとなく作れます、初心者でもね。うん、だからそういうので十分だけど、もしもお金を出して買うんだったらスタジオ1だ。もうねこれねおすすめですよ、本当に最高ですね。ちょっと今日は出番の中でこのねキラキラ俺の目に星はあるか噛んじゃったわ。うん、まあ、ということで今日もちょっとダラダラとしたね話しましたけど、うん、買うならスタジオ1決定ですね。ちゅうわけでバチコイチャンネル登録ハンソムハンジでした。バイバイ。